どうも、アキです。パワープルアプリやっていきます。はい、ということで、本日2回目のガチャ動画行きましょう。1回目のガチャ動画では、こちらの大応援団ガチャを一気に5回引いて、まあ、SR 確定2枚引けたんですけど、ちょっと解放をね、どう進めていこうかっていうところで、今回こちらの小応援団ガチャでは、飛距離くんガチャのボーナスキャラが、そして黒金商業の4キャラ狙い撃ちガチャでは、まあ、黒金の4キャラクターしか出ないということで、まあ、これを引いてから、ちょっと解放は考えようかなと思います。まあ、なので、まず前半ね、サクッと引くんですけど、後半は、またまったり解放していきたいとね、思います。行きましょう。珍しき1日2本のガチャ動画。で、その、同じタブのやつしか1動画で引かないんですけど、ちょっと今日は、今日中に色々ね、ガチャを終わらせておきたかったんで、危ねえ、これ間違えて上引くわ。ちょっと今日は引いておきましょう。なんとなく自分の勝手なルールで、1日、その、1バナーしか引かないって決めてるんですけどね。例えばここしか引かないとかね、ここしか引かないとか。ちょっと今日は特別やで、行きましょう。まあ、演出は SR が出ないと分かったところで飛ばしていきましょう。上はね、確かに今 SR 確率アップはしてるんですけど、それ以外のキャラが全然出るんで、こうやってちょっと、あ、そうだ、今ググ赤ひげだった、伊藤志くん来た。ググが赤ひげだったわ、今思うと。普通に冷静に。やった、トシ君。よっしゃ、これでトシ君プラス5。ナイス、ナイス、ナイス。そう。まあ、SR はね、ちょっと上の方が出やすいと思うんですけど、上限解放に関して言うと、今の僕の状況であれば、おそらくこうやっていく方がいいんじゃないかなって思うんですよね。今、僕が解放したいのはここにいるキャラクターたちなんで、うん。よっしゃ、ただトシ君出ましたね。オッケー、トシ君もプラス5になって、今日のガチャは結構最高でしたね、個人的に。トシ君黒金で結構使えるんで、今それをね、裏で練習してるんですけど、まだまだですね、ちょっと、人にお見せできるものではないですね。よいしょ、黒金変化攻略は相当練習したんで、まだこう人にお見せできるこのレベルになってるんですけど、ちょっと打撃の方はまだまだだな、僕は。ラスト行きましょう。ってことで、もうトシ君は出なくていいよ。まあ、PR 出てくれて、それで解放できればね、ミキサーに回せますが、これ PR かな ?R か。よし、ではこちらの狙い撃ちガチャ行きましょう。桃谷ゆかりちゃんですね。出てくれると嬉しい。いや、もちろん SR も出るんで、マネちゃんとか出てくれればね、ありがたいんですけれども。まあ、岩井幸吉も持ってるんでね。さっき引けたので、そこ出てくれても嬉しいです。で、今回のガチャ動画まだ前半見てないっていうことは、最初にカードがシュッと出たと思うので、そちらの方から前半の方はね、ご覧いただければ嬉しいです。行きましょう。よいしょ。ワンちゃんが外で泣いておりますが、これね、マイクがね、たまに音拾うんで嫌なんですよね。マネちゃん。まあ、とりあえずゆかりちゃん弾けたので、ゆかりちゃんでフレンドにマネちゃんをお借りしての二股ですね。やってみたいとは、現状思っております。マネちゃん、行きましょう。さあ、ゆかりちゃん、オッケーオッケー、ナイス。グググからの、赤背景来てもいいよ。オッケー、ゆかりちゃん出てるね、ナイスナイス。どうしようかな、ほんとね、考え方なんですよね、これも。PR 適当になんか、例えば PR プラス3になってるのに、そこに PR 混ぜないで、いっぱい他に PR 持ってるのにね、プラス5にせずに、混ぜるのはすごい、やった虹赤びっくりグググキラーン赤背景 !PSR だ !PSR だ !PSR だゆかりちゃん、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれちょっと待ってくれいやー、マジか。いやー、まさかだねー。まさかだねー。これ、どうしよう、どうしよう。まあ、僕レベルでは SR プラス5にしてその PSR 解放していくっていうのは無理なんですよ。僕レベルでは。だからもうこれは食わせる。もしくは SR に食わせるっていう選択肢ももちろんなくはない。マジか。しかもまさかまたゆかりちゃんが出る。マジっすか。まあ嬉しいんだけれどもすごい。しかも二股するってなるとすごい嬉しい。どうせ一股では多分使わないんで僕。うわ、微妙にプラス1になってるし、さっき PR プラス5を食わして、まさかだって PSR 出ると思わないしよ。
いやどうしようマジでどうしよう。もしくは SR に PSR を食わせるっていうね、暴挙すらあり得る。うわー、これ3つとも通って、3つとも通れば考える。 5% かー、ここは。そして PSR に食わせても 5% か。なるほどね。 PSR に PR 食わせて 5% で、 SR に食わせて 30%、 これ全部通ればプラス4。あ、全部通ってもプラス4じゃん、ダメじゃん。全部通ってもプラス4じゃん。もうじゃあ思い切っていきましょう。いやー、こんなロック解除するとはまさか思わなかった。もう思い切っていきましょう。全部一気に食わせましょう、これ。僕レベルではどうせ SR プラス5にして PSR プラス5にしていくなんて絶対無理なんで、もう思い切っていきますよ。ただ一回解放できてればいいんですよね、もう。それだけでイベントボーナス、イベント回復量が 10% 増えるんで、これなんか一個通ればいいんですよ。行きましょう。行くぜ。いや、待てよ、SR プラス5。目指せるんじゃないかっていうね。ただ SR プラス5にしたら、下で、それを PSR に加えたらもったい。もう行きます、思い切って行きます。この思い切って行きます。男なら思い切って行きましょう。オッケー、行くぜ行くぜ、男なら思い切って行くぜ。よっしゃー、もう一回来い。オッケーオッケーオッケー。これだと初期評価も上がってるし、相当美味しさあると思います。どうせ、今の僕の手持ちでは、SR プラス5には絶対ならなかったんで、こうやって解放できれば、PSR プラス1の方が SR、プラス4よりは強いんで、今の期間考えると相当嬉しい。てか PSR42 だと SR45 と、そこまで差はないというか、初期評価は高いし、むしろどうなんでしょうっていうところですね。OK! とりあえずよかった。結果よかった。よし!ゆかりちゃん問題これで解決ですね。で、としくん問題いきますか。としくんって PR 引けましたっけ?引けてない。引けてなさそうですね。では、としくん PR 引けてないんで、ここはと。SR も食わせて、プラス5にしましょう。今の期間ちょうど使いたかったんで、としくん。よっしゃ、としくんがまさかプラス5になるとは思わなかった。この飛距離くん系のね、ガチャが来る前、プラス1だったんで、いや、としくん結構使うのにね、解放が進んでなくて嫌だなぁとずっと思っていたんですが、ナイスですね。では、次何問題が生じた、これで。次、誰解放していきたいんだ。三本松はじめか。これはなぁ、まあ。まあまあ、じゃあ、ちょっとでも可能性を上げるっていうところで、R 食わせて。まあでもこれは PR をもうそのまま食わせましょう。三本松もあと一回できるだけでも美味しいよ。まあ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 、さっきゆかりちゃん引いたからね。これは仕方ない。で、あと今回僕が SR 引けたのは、岩井幸吉くんですね。岩井幸吉くんをどうやっていくのか。とりあえず岩井幸吉くん見てみると、PR プラス5を持っていて、R を3枚。とりあえず R 食わしてみてから考えよう。1回か。これももう直食いですね。今回直食いの波が来てると思うんで。1、2、3、4。うん。直食いだ。直食いの波に行こう。よし、これ全然うまくいけば、プラス5見えるやつです。来い!1回?2回?わー、まあ。ゆっくり行きましょう、ゆっくりね。よし、PR プラス5にさっきさせていたとしても、最低限これしかいかないと。2段階解放が成功して、プラス4まで見えたっていうところで、まあ難しいですね。ただ、PR プラス4とプラス5にしかならなかったんで、ここは永遠の課題ですね。あと、ルーちゃんだ。ルーちゃんって、ちょっと待ってください。ルーちゃんって、期間限定キャラクターなの?ああ、ルーちゃん限定なんだ。通常のレアガチャからは出現しません。ってことは、限定ですよね、ルーちゃんって。難しいな、ルーちゃんどう解放させよっか。PR にプラスが一つもついてない。PR 持ってる枚数が、1、2、3、4、5、6、7、7個か。R1 枚だけ。ああ、PR1 個。PR プラス1が1個あるか。プラス2になったら、もう PR こっちに食わせよう。あ、プラス2になった。じゃあこれは、1、2、3食わせよう。よし。OK、OK。
で、これでマックスプラス5見えるぞ。そして2段階まで来たら、まあ超確率低いと思うけど。ルーちゃん、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 ウェア。いや、R と PR で結構シルエットが違うな。あれ、なんで押せないんだ？ OKOK。これで、ここがプラスに来て、全部解放 30% 成功すれば、まあ一応プラス5見えなくもない。行きましょう！ 1 回？あー超運悪いパターンだな。OK。まあ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 。いやー、でも今回は本当にマジカルちゃんにつきますね、すべて。マジカルちゃんじゃない。ゆかりちゃん、まさか、まさか PSR 出るとは。いや、しかも解放できちゃうっていう。いやー、神回でしたね。はい。まさかの前半のガチャ動画でゆかりちゃん SR を引いて、その解放をうまく進めるためにちょっと解放用の RPR を狙いますと言いつつ、PR を出していく。というね、ガチャの結果に終わりましたね。はい。まあ、良かったと思います。ちょっとね、動画として、後半がね、ただただ解放をやる渋い動画になるのは嫌だったんですけど、後半の方がむしろ見せ場があってね、良かったですね。というわけで、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。はい。桃谷ゆかりちゃん、ぜひね、ナイスっていう方ね、グッドボタンの方、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。とりあえず、ゆかりちゃん使うね、黒金の動画楽しみにしておいてください。アディオス。